北緯39度42分55.7秒、統計140度9分23.2秒、ノースアジア大学雪国民族館は、秋田県秋田市に所在する、民族資料を収蔵、展示している資料館、ノースアジア大学に付設する、国指定重要有形民族文化財の、大沼キッズや作業用覆面のコレクションがある。研究室として、雪国民族を発行している。 1960年に秋田短期大学に雪国民族研究所が設立された。翌1961年、研究所に資料館が付設された。地域の生活の痕跡をたどることを通じて、新文化の創造に資することを目的に、研究所が収集した民族資料を広く一般に公開しようというものであった。1964年4月、 秋田経済大学雪国民族研究所と会唱。1983年、秋田経済法科大学雪国民族研究所に解消。2005年4月、秋田経済法科大学内に総合研究センターが設立され、その中に雪国民族館として位置づけられることとなった。2012年4月、ノースアジア大学雪国民族館となる。 下北でに大学が移転した当初は、短大棟から向かって、左手の独立した建物内に設置されていたが、2016年現在は、大学40周年記念館の1階に移設されている。杉の大木の幹をくり抜いて作った小舟の一種で、仙北市田沢古人大の大沼で、春から夏にかけて巡査鳥のために使用され、キッズと故障されていた。長さ3メートルで、 幅は60センチメートルである。1964年5月29日、国の重要有形民族文化財に指定。民族研究所が収集した、戸外で働く、際の作業用の被り物のコレクション。秋田県21点、新潟県19点、山形県14点、石川県4点、青森県1点の、計59点が1966年6月11日。 国の重要有形民族文化財に指定された。古外作業用の覆面は主に女性によって利用され、防寒、防雨よ日よけ、防虫などを目的としていたが、痴漢よけの伝承まであり、染めや文様、刺繍、かぶり方などに、それぞれ地域色豊かな工夫が施されていた。ハンコな、ンナ、棚かぶり、花顔等、様々な名称を持つ。ありがとうございます。